戊辰戦争は、王政復興を経て、新政府を樹立した薩摩藩、長州藩、土佐藩らを中核とした、新政府軍と旧幕府軍、奥越列藩同盟、江戸共和国が戦った日本最大の内戦。名称は慶応四年、明治元年の江戸が土の江達であることに由来する。新政府軍が勝利し、国内に他の抗戦団体が消滅したことにより、列強が、 条約による内戦への局外中立を解除し、これ以降、同政府が日本を統治する合法政府として、国際的に認められることとなった。以下の日付は、断りのない限り旧暦で記す。母親戦争中の薩摩藩士。母親戦争は研究者によって、次のように規定されている。石井は、さらにこれを次の三段階に分けた。 将来の絶対主義的全国政権を争う天皇政府と徳川政府との戦争、中央集権としての面目を備えた天皇政府と地方政権、奥上連邦同盟との戦争、放禄から離れた旧幕臣の救済を目的とする、四族反乱の先駆的形態薩摩藩など、新政府側はイギリスとの好意的な関係を望み、 トーマスグラバー等の武器商人と取引をしていた。また、旧幕府はフランスから、奥越列藩同盟、海上同盟はプロイセンから、軍事協連や、武器供与などの援助を受けていた。戦争が、早期に終結したため、欧米列強による、内政干渉や、武力介入という事態は避けられた。母神戦争開始までの経緯を呼び、個々の事象については、幕末、 明治維新及び個々の極を参照。母親戦上史非母親戦争で新政府軍が用いた近畿の模写図。四公会議の崩壊以後、薩摩藩は長州藩と共に武力倒幕を施行するようになり、朝廷への工作を活発化させた。慶応3年10月13日、14日に倒幕の密直が薩摩と長州に下される。 御事の利を下す。源義信は、歴代長年の幕府の権威を傘に来て、一族の兵力が強大なことを頼りにして、乱りに忠実で善良な人々を殺傷し、天皇の命令を無視してきた。そしてついには、先帝が下した象直を曲解して恐縮することも、なく、人民を苦境に陥れて帰り見ることもない。この罪悪が極まれば、 今にも日本は転覆してしまうであろう。地に今、人民の父母となってこの俗心を排斥しなければ、いかにして、上に向かっては、剪定の礼に謝罪し、下に向かっては、人民の深い恨みに報いることができるだろうか。これこそが、賃を憂い、生きる理由である。本来であれば、先定のもに服して包むべきところだが、この憂い、生きりが止むことはない。 お前たち進化は、陳の意図するところを、よく理解して、俗信である吉信を殺害し、時世を一転させる、大きな手柄を挙げ、人民の平穏を取り戻せ。これこそが陳の願いであるから、少しも迷いを怠ることなくこの御事のりを実行せよ。これを受け、西国と東国で、同時挙兵する構想が練られた。しかし、10月14日に、 江戸幕府第十五代将軍、徳川義信は、日本の統治権返上を、明治天皇に相上、翌十五日に直挙された。倒幕の実行延期の沙汰書が十月二十一日、薩長両藩に対し下され、倒幕の密直は延期となった。すでに大政奉還がなされて幕府は政権を朝廷に、返上したために、倒幕の名分が立たず、薩摩川も東国における。 挙兵の中止命令を江戸の薩摩判定に伝えざるを得なかった。吉信は10月24日には聖遺体将軍職の辞任も朝廷に申し出る。朝廷は、上表の直挙に合わせて国税決定のための諸公会議召集までとの条件付けながら緊急政務の処理を引き続き、吉信に委任し、将軍職も暫時従来通りとした。つまり、実質的に、 大政奉還は空文と貸し実質として、吉信による政権掌握が続くこととなってしまった。吉信の狙いは、抗議政体論の下、徳川宗家が主犯となる、新大政を作ることにあったと言われる。土佐藩士、犬井大輔はこうなることを予見し、これより、先の10月8日に、後藤昌次郎の検索による、大政奉還論に、真っ向から反対した。 大政返上のこと、その名は美なるもこれく名のみ。徳川氏、馬上に天下を取れり。しからば、馬上において、これを服して王帝に放ずるにあらずんば、いかでよく三百年の派生を滅するお縁や。無名の死は、王者のともせざるところなれど、今や、幕府の罪悪は天下に密つ,るつこの時に際して、断固たる倒幕の刑に出ず、とに言論のみをもって、 将軍職をり溶かしメントスは、迂闊を極まれり。犬井大輔しかし、土佐藩の最高指導者である、山内陽道は、大輔また暴論を吐くかと洗って取り合わず、徳川恩子の上司の中で、大政奉還論が主流を占めると、過激な武力倒幕論は遠ざけられ、反対意見を貫いたことで、犬井は全役職を剥奪され失脚した。さらに、 予定された正式な諸公会議の開催が難航。夕飯後半は、豪に癒して12月9日に朝廷に働きかけ、久下、岩倉智美の相上により、明治天皇が王政復古の大号令を勘発した。その内容は、幕府廃止と新体制樹立を宣言されたもので、新体制による長義では、薩摩藩の主導により、吉信に対しない大臣職辞職と、 幕府領地の朝廷への返納を決定し、金門の変以来京都を追われていた長州藩の復権を認めた。こうして、金門の変では、孔明天皇がいる御所に向かって砲撃をし、朝敵の宣告を受けていた長州藩主、毛利高近は、明治天皇により、朝敵の認定を解除された。吉信は、時間農地を拒否したものの、表向きは、 教授に支配下の暴発を抑えるためと称し、二条城から大阪城に移った。しかし、実際には、経済的、軍事的に、重要拠点である大阪を抑え、その後の政局において、幕府側が優位に立とうと、策略したとみられる。さらに12月16日、吉信は、各国公使に対し王政復興避難、条約の履行や各国との交際は、 天皇ではなく自分の権限下にあると宣言。新政府内においても、山内王道、松平春学ら抗議生態派が盛り返し、徳川側への一方的な領地返上は撤回され、年末には吉信が最上落の上議手へ就任することが確定するなど、犬らが憂慮した、通り時間の落ちは事実上骨抜きとなりつつあった。江戸において旗元、旗本、 ご家人を中心とする爆臣や砂漠派諸藩を挑発するため、薩摩藩士、西郷隆盛らは、はじめ犬が、土佐藩邸に革舞い、後殺土倒幕の密約に基づき、薩摩藩邸に遺憾していた、相柄創造ら勤労派老子たちを用いて、で、流れ山をはじめとする関東各地での挙兵や江戸の、か乱作戦を開始。舞世のように、鉄砲まで持った、 ブライノトが徒党を組んで、江戸の商家に押し入った。日本橋の抗義御用達針馬や、倉前のふらさし一世や、本郷の高崎屋といった大棚が、次々と襲われ、家人や、近隣の住民が残殺されたりした。そして、必ず、三田の薩摩藩邸に逃げ込んだ。江戸の市民はこの老子集団を、薩摩御用党と呼んで恐れ、夜の江戸市中からは、人が消えたという。 三田の薩摩判定をねじろとしていた、老子集団、後の赤包帯は、総勢500名ほどとされ、そのうちの多くは、金で買われた、文字通りの、人別帳からも外された、無来の音であり、強盗、殺戮、放火などを好んでやるような輩であった。幕府は、省内藩に、江戸市中取締りを命じたが、時の政治状況をわきまえ、老子を刺激しないようにした。 そのため、活動はますます激化し、江戸だけでなく、野州、相模、甲州といった、周辺地域まで拡大していった。12月23日には、江戸城塞の丸が消失。これは、薩摩と通じた奥女中の犯行と噂された。同日夜、江戸市中の警備に当たっていた省内藩の、純羅平等所への発砲事件が発生。 これも同藩が関与したものとされ、ついに老中、稲葉正久には、庄内藩、岩月藩、鯖江藩などからなる幕府軍を編成し、江戸の薩摩藩邸を襲撃させる。12月25日、幕府軍は、三田の薩摩藩邸を包囲、薩摩藩が下手人の引き渡しを拒否したのを受けて、薩摩藩邸を砲撃した。この事件の一方は、江戸において、 幕府側と薩摩藩が、交戦状態に入ったという解釈とともに、大阪城の幕府首脳のもとにもたらされた。一連の事件は、大阪の旧幕府勢力を激高させ、勢いづく合津藩、桑名藩らの諸藩兵を、吉信は制止することができなかった。吉信は朝廷に、薩摩藩の罪状を訴える状況を提出、関心たる、薩摩藩の総統を掲げて、 配下の幕府不評体、藍津藩、クワナ藩を主力とした軍勢を京都へ向け行軍させた。真意を忍ぶ、つんで、去月9日以来のご事態を、小さしたて祭り揃えば、いちいち朝廷のご真意に,にこれなく、まったく、松平修理大部関心ともの陰謀より出港は、天下の共に知るところ、ことに、江戸、長崎、野州総集所乱暴。 百頭に及び抗議も、全く同家下来の衝動により、東西京をし、広告を乱利、高所行別紙の通りにて、天神ともに憎むところに、御座交官、全文の関心ともを引き渡しご座皇様御沙汰を、下され、一万一御採王将ならず僧ラは、やむを得ず中陸を加え申すべくこう。盗撮標小枝橋にて激突する、幕府軍と新政府軍。絵の左側に、 幕府陸軍の日の丸と桑名藩の供養門。右側に、薩摩藩の旗、右下に、長州藩の旗が見える。文庫橋で発生した戦闘慶応4年1月2日、夕方、幕府の軍艦2隻が、兵号機に停泊していた薩摩藩の軍艦を砲撃、事実上戦争が開始される。翌3日、吉信は、大阪の各国公使に対し、 薩摩藩と交戦に至った旨を通告し、夜、大阪の薩摩藩邸を襲撃させる。藩邸には3万両余りの軍資金が置かれていたが、藩士、最初厚氏が、藩邸に火を放った上でこれを持ち出し脱出したため、軍資金が幕府の手に渡ることはなかった。同日、京都の南郊外の賭場及び伏見において、薩摩藩、長州藩によって構成された。 新政府軍と旧幕府軍は戦闘状態となり、ここに、蕎麦、伏見の戦いが開始された。両軍の兵力は、新政府軍が約5000人、旧幕府軍が約1万5000人と言われている。新政府軍は、武器では、旧幕府軍と大差なく、逆に、旧幕府軍の方が最新型小銃などを装備していたが、初日は、初戦の混乱及び、 式戦略の不備などにより、旧幕府軍が苦戦した。また、新政府が危惧していた、旧幕府軍による、大見方面からの京都侵攻もなかった。翌1月4日も、旧幕府軍の淀方向への交代が続き、同日、仁和寺宮、吉明親王を政党大将軍となし近畿、説刀を与え出馬する町名がだった。薩長軍は、正式に官軍とされ、 以後と左藩も近畿を賜って官軍に任せられた。逆に、旧幕府勢力は、俗軍と認知されるに及び、砂漠派諸藩は大いに動揺した。こういった背景により、いつか、藩主である老中、稲葉正国のルースを守っていた淀藩は、俗軍となった、旧幕府軍の入場を受け入れず、旧幕府軍は、淀城下町に放火しさらに、八幡田方向へ後退した。 6日、旧幕府軍は、8万、山崎で新政府軍を迎え撃ったが、山崎の砲台に駐屯していた通藩が、旧幕府軍への砲撃を始めた。旧幕府軍は山崎伊藤の警犯地域から、敗北撤退し、大阪に戻った。この時点では未だに総兵力で、旧幕府軍が上回っていたが、6日夜、吉信は自軍を捨てて、大阪城から、 少数の側近を連れ回路で、江戸へ退却した。吉信の退却により、旧幕府軍は、戦争目的を喪失し、各藩は戦いを停止して、兵を返した。また、戦力の一部は、江戸方面へと撤退した。母親戦争の銃は、スナイドル銃、スターカービン、ドライゼ11月5日、山陰道の部総督、西イ寺金持ちンモ及び東海道陳部総督。 橋本実領が発見された。7日、吉信追悼令が出され、ついで旧幕府は、朝敵となった。10日には、藩主が吉信の共犯者とみなされた藍津藩、桑名藩、高松藩、備中松山藩、伊予松山藩、大滝藩の官員剥奪と刑屋式没収。3月7日に、姫路藩が追加された。また、藩兵が、 旧幕府軍に参加した疑いが高いオバマ藩、大垣藩、宮津藩、延岡藩、鳥羽藩には藩主の入居禁止の処分が下され、これらの藩も超敵とみなされた。ただし、大垣藩は1月10日の時点で藩主が謝罪と標順の制約を出していたことから、13日に新政府軍の先方を務めることを条件に、 小敵から外す確約を与えられて4月15日に正式に解除。さらには、母親戦争の功によって、焦点録まで与えられている。なお、同伴の場合、新政府参与に同伴重心がおり、彼の取りなしを新政府、大垣搬送法が受け入れたことが大きい。11日には、改めて諸大名に対して、状況命令が出された。 これはそれまでの諸行による公平衆議の開催を名目にした状況命令とは異なり、朝敵とされた吉野追討を目的としていた。これによって、新政府はこれまで非協力的な藩に対して、教順すれば、所領の安堵などの寛大な処分を示す一方で、抵抗すれば、朝敵の一味として討伐する方針を突きつけることになった。 特に西日本では、吉信討伐令と状況命令と陳部軍の派遣の法を立て続けに受けることになり、所領安堵と追悼回避のために、審判、不大判も含めて、立て続けに標準を表明し、賭場、伏見の戦いに関わったとして、朝敵の認定を受けた判ですら早々に抵抗を諦めて、赦免を求めることとなった。1月末には、判主が吉信と共に、 江戸に逃亡した桑名藩ですら、重臣や藩士たちが城を新政府軍に明け渡し、3月には近畿異性の諸藩は完全に新政府の支配下に入った。1月、長州軍が大阪城を接収、大阪は新政府の管理下に入った。同日、東山道鎮部総督に岩倉智貞が任命された。11日、 神戸事件が起こり条約諸国と新政府が対峙するが、交渉は成立し25日に、条約諸国は局外中立宣言を行い、日本は内戦状態と認定された。20日、北陸道沈部総督、高倉久氏が発見された。また、神戸事件に誘発される形で、境事件も発生した。幕府及び旧幕府勢力は、 近畿を失い薩長を中心とする新政府がこれにとって変わった。また、旧幕府は国際的に承認されていた日本国唯一の政府としての地位を失った。また新政府の西国平定と並行して東西軍が組織され、東山道、東海道、北陸道に分かれ2月初旬には、東進を開始した。西日本では、 新政府軍と砂漠派諸藩との間では、福山藩を除きほとんど戦闘が起きず、諸藩は次々と新政府に降伏、協力を申し出た。東海地方及び北陸地方では、尾張藩が、勤労有印紙を諸藩大官へ送り勤労少将を出させ、日和美的立場から中立化に成功した。これらの最国の藩に対し、従兵と、 法兵以外の騎士や急創兵、従者を禁止し、新政府の中央指令による軍事編成介入により、一挙の近代軍化を強制して諸藩は従わざるを得なかった。とば、伏見の戦直前の1月2日、新政府は、大見方面から、旧幕府軍に、京都を挟み撃ちにされることを警戒して、 橋本みのるりに大津防衛を命じて先発として大村半兵が三日に大津に入る。旧幕府軍は大津侵攻を回避したために京都を挟み撃ちにされる危険性が減少したいつか新政府は改めて橋本を東海道沈部総督に任じた。ところが東海道沿いの砂漠藩として新政府に警戒されていた彦根藩がこの段階で 尊能に反論を転換させて、大津防衛の援軍を派遣しており、同藩への出兵の必要性がなくなったことから、9日には、大津にて、桑名藩の政党に移った。ゼゼ藩、水口藩の協力もあって大津など、南大海一帯が新政府の掌握下に置かれると、本格的な投申が開始され、22日に、四日市に、 東海道軍が到着すると、桑名藩は戦わずに解除をした。藩主の座から追われた、松平定明は国元には帰らず、函館まで戦争を続けた。終わり藩では20日、藩主の父、徳川義勝の、長命により、死を賜るとの命によりお年寄り列、渡辺新在門在庫を含む三重心及び十一、藩主が処刑されるという青松場事件が起き、 反論は尊老に一本化された。2月になると、東海道陳部総督は、東海道先方総督県陳部士と改められて、答申を開始。東海道最大の夕飯である、終わりが、東海道の諸藩大官旗本領へ、勤納有印紙を送り、勤納証書を提出させ2月末までに、小田原藩異性のすべての藩が標準国学者のネットワークから演習。 寸州で報告隊も結成された。大きな混乱もなく、春府に進むがここで、資金不足が露呈する。1月9日、岩倉智貞が、東山道陳部総督に任じられ、21日に京都を出発した。なお、大垣藩は、蕎麦、伏見の戦いでは、旧幕府軍に属していたが、直後に新政府に対して威信がないことを表明して、 東山道軍の先鋒となっている。東山道筋の諸藩は、上府大名が多く、江戸の居住そのものが、旧幕府への加担としての疑惑を持たれたことから、遠藤諸藩は、対応に苦慮した。だが、多くの藩では、国元では、抵抗を行わず、藩主が、陳武総督に、強順の意思を示したことで一旦下された謹慎や、所領没収などの処分は、解除されている。 むしろ、北関東に入ると、諸藩への対応よりも同地において発生した世直し、一気などの動きへの対応に迫られることになった。すでに、蕎麦、伏見の戦中の1月5日、新政府は、西恩寺金持を三人道陳部総督に任じて、薩摩、長州藩兵を添えて、丹波国に進軍させていた。これは、砂漠派の丹波亀山藩の基準及び蕎麦、 不見に敗戦した場合の退路の確保を目的としたものだったが、その部藩、篠山藩、田辺藩、福知山藩などが、次々と新政府軍に降伏。そのまま団後国に入り、宮津藩を解除させた後、稲葉国を通って、出雲国に進み、2月下旬には、砂漠派の松江藩をも降伏させ、山陰を無欠で新政府の参加に従えた。 殺土倒幕の密約記念碑密約が締結される前段階として、京都、金安楼で、会見が持たれたことを記念する石碑京都市、東山区抗議生態派から勤労を胸とする、武力倒幕派へ反論を統一した土佐藩氏板垣大輔の早招待を主力部隊として、丸亀藩、多度津藩が協力して、佐抜国の旧幕府方、高松藩に進軍。 戦意を喪失した高松藩側が、過労二名に切腹を命じ、正月二十日に降伏に及んだ。二十七日には残る伊予松山藩も会場し、四国を無欠会場させて、勤能支持に統一された。ところが、翌二十八日になって、伊予松山城に近い水戸浜に、片田山と杉孫七郎を率いる長州藩軍が上陸した。これは聖刀府における、 土佐藩と長州藩の合意に基づく出兵だった。しかし、この情報を知らされていなかった土佐藩本国の部隊は、同藩が四国進出を目論むものと考えて激しく反発して、協力を拒絶した。新政府内部の調整によって、最終的に四国に関しては、土佐藩に一任することとなり、3月3日に、長州藩軍は、水戸浜から撤退して、 本州に帰還した。長州藩兵は状況の途中の1月9日に、ビンゴ福山藩領に侵入し福山城に砲撃を、加え、牢上する福山藩兵と銃撃戦を開始するが、過労、三浦義立及び、御用係、関富党員は、長州に、教順の意を示したことから、勤労の生死を提出させた。 また新政府の政党令を受けた備前藩が15日に、備中松山藩に派兵するが、失政、山田報告は城を無血使い上した。姫路藩は、藩主、堺ただしやつが吉信と共に、江戸へ脱走して、留守で、在藩家臣が降伏している。1月14日、長崎奉行、河津助には密かに脱走し、佐賀藩、大村藩、薩摩藩、 福岡藩などの諸藩により長崎会議所が構成され、治安を担当した。新政府からは、沢信義が派遣され、九州陳部総督兼外国事務総督に任ぜられて、長崎に入った。日田大館所にあった、西国軍隊の久保田沈下地は17日に脱走。周辺諸藩が接収し、うるう4月には、日田県が設置された。 老中、小笠原おさゆきを聖師とする唐津藩は討伐の対象となったが、松方正義がこれを抑え、藩主、小笠原彫刻がおさゆきとの養子関係を偽絶すると、共に幸福を願い出た。天草の幕府領もほどなく、薩摩、日ご藩によって接収されている。また、これとは別に、薩摩藩は、勤王と新政府への支持を表明する聖書の提出を、 津島藩以外の九州前藩に求め、2月末までに、唐津藩や賭場、伏見の戦いで敵対したとされた延岡藩、他の砂漠派である、高鍋藩、船井藩も含めた前藩がこれに応じており、この時点で、九州諸藩はすべて勤王に転じたと言える。残された延岡藩の朝敵認定の解除問題も4月に、藩主、 内藤正隆が上京して、短期の近親の後に斜面されたことで解決されることになった。西木江勝沼駅、近藤勇行友の図伝、1860年、サンフラニシス固定白中の関林丸江戸へ到着した、徳川義信は、1月15日、幕府主戦派の中心人物、小栗忠政を罷免。さらに2月12日、義信は、 江戸城を出て、上野の寛永寺に謹慎し、明治天皇に反抗する意思がないことを示した。一方、朝敵の宣告を受けた合津藩主、松平片森は、本拠地の合図へ戻った。片森は新政府に愛想嘆願書を提出し、天皇への教順の姿勢は示したが、新政府の権威は認めず、武装は解かず、求められていた出頭も謝罪もしなかった。 その一方で、先の江戸での薩摩藩の騒乱行為を取り締まったことで、新政府から標的にされていた省内藩藩主、坂井忠厚は、藍津藩と解消同盟を結成し、薩長同盟に対抗する準備を進めた。旧幕府に属した人々は、あるいは国元で謹慎し、またあるいは吉信に従い、またあるいは阪神政府の立場から、藍津藩等を、 頼より東北地方へ逃れた。新政府は、アリス川の見当たる人新王を大総督とした、東西軍を作り、東海道軍、東山道軍、北陸道軍の三軍に分かれ、江戸へ向けて進軍した。旧幕府軍は、近藤伊佐美らが率いる紅葉陳部隊を作り、甲府城を防衛拠点としようとした。しかし、東山道を進み、 新州にあった土佐藩士、板垣大輔、薩摩藩士、伊地地正春が率いる新政府軍、約400人は、板垣が率いる早小隊が甲州へ向かい、紅用陳部隊より先に、甲府城に到着市場を接種した。紅用陳部隊は、甲府盆地へ兵を進めたが、慶応4年3月6日、西郷隆盛より海戦の伝令を受けたばかりで、 結束の高い早小隊は、新選組を撃退した。新選組局長、近藤勇は偽名を使って潜伏したが、後新政府に捕獲され処刑された。武大新で構成された八王子千人隊は慶応4年3月11日に、八王子にて武器を差し出し降伏。一方、東山道を進んだ。東山道軍の本隊は、 3月8日に、武州熊谷塾に到着、3月9日に、近くの柳田塾で宿泊していた、旧幕府風評隊の脱走部隊に対して、朝霧に紛れて三方からの奇襲攻撃を仕掛けた。幕府軍900人余りは応戦し、柳田宿一帯で、市外戦が起こった。最終的には、幕府軍の敗北で決着がついた。この戦いは、 柳田戦争とも呼ばれ、母親戦争の東日本における最初の戦いと称される。寸府に進軍した、新政府は3月6日の軍議で、江戸上層攻撃を3月15日とした。しかし、条約諸国は、戦乱が貿易に悪影響となることを恐れ、イギリス公使、ハリー・パークスは新政府に、江戸攻撃、中止を求めた。 新政府の維持には諸外国との良好な関係が必要だった。また武力を用いた関東の平定には躊躇する意見があった。江戸総攻撃は中止とする命令が周知された。強順派として旧幕府の全権を委任された陸軍総裁の勝海舟は幕臣山岡鉄舟を統制大総督不可参謀の西郷高森に使者として差し向けて会談、西郷より 幸福条件として、徳川義信の備前預け、武器、軍艦の引き渡しを伝えられた。西郷は3月13日、高輪の薩摩判定に入り、同日から勝ちと西郷の間で、江戸会場の交渉が行われた。なお交渉した場所は、諸説あり、池上本門寺の東屋でも記録が残っている。翌日3月14日、高輪の薩摩判定で、 勝値は、吉信は隠居の上、水戸にて謹慎すること、江戸城は、明け渡しの後、即日たやすけに預けること等の旧幕府としての要求事項を伝え、最後は、総督府にて検討するとして15日の総攻撃は中止となった。結果、4月4日に直死が江戸城に入り、吉信は、水戸にて謹慎すること、江戸城は、 終わり家に預けること等とした条件を直上として伝え、4月11日に江戸城は無欠解除をされ、城は終わり藩、武器は日ご藩の監督下に置かれることになった。同日、吉信が水戸へ向けて出発した。4月21日には、東西大総督である有栖川の宮田ある人親王が江戸城に入城して、江戸城は新政府の支配下に入った。 慶応4年四4月11日に行われた江戸城無血会場に従わぬ旧幕臣の一部約2000人が千葉方面に逃亡船橋大見和宮に陣を張りうるう4月3日に市川、鎌ヶ谷、船橋周辺で新政府軍約800人と衝突したこの戦いは最初は数に勝る旧幕府軍が有利だったが戦況は 新装備を有する新政府軍へと傾き、新政府側の勝利で幕を閉じた。この戦いは、江戸城無血開城後の南関東地方における最初の本格的な戦闘であり、新政府側にとっては、旧幕府軍の江戸奪還の挫折と関東諸藩を新政府への強順に動かした点での意義は大きい。その後、新政府軍は、 旧幕府軍を追撃して、うるう4月6日から翌日にかけての五位戦争でも勝利を収めた。一方、鳥場、伏見の戦いで、旧幕府軍の総督であった大滝藩主の松平、ただ支出は徳川義信から江戸城都上を禁止された後、本国に帰国して、禁止状態にあったが、うるう4月11日に大滝城を無血解除をした。大滝城は、 桜藩に接収され、藩主、松平忠だ室も桜に遊兵されたが、藩主や家臣が新政府軍に抵抗せずにしろを、明け渡したことが考慮され、聖室は8月19日に所領を回復、10月23日には、官位も元に戻され、事実上処分を免ぜられて、藩の存続が認められた。ところが、同じ頃、木沙らずに逃れていた。 旧幕府軍の遊撃隊の誘いを受けた城西藩主、林忠敬がうるう4月3日に自ら脱藩して、遊撃隊に合流してしまうことになる。江戸城は開城したものの旧幕府方残党勢力は、徳川家の聖地である日光病にこもって、兵を募り、そこで新政府軍、約700人と戦うつもりで退去して、江戸を脱走、下野国日光山を目指していた。 一方、時を同じくして、当時下野国で起きていた夜直し一期を鎮圧するために、東三道総督府が下野国宇都宮に派遣していた下野鎮部、香川慶三は手勢を引き連れ、日光道中を北上中、武蔵国河津壁で下宇佐国流れ山に新選組が潜んでいる噂を、聞きありまとうを派遣して、近藤勇を捕獲した。近藤は、 板橋に送られたが、香川はそのまま行軍を続け、宇都宮に駐屯した。世直しが鎮静した、直後の4月12日、大鳥圭介は伝習隊、幕府不評第七連隊、回転隊、新戦組など総勢2000人の軍隊を引き連れて、下宇佐国市側を日光に向けて、出発、途中末どこがね塾から2手に分かれ、 香川の中屯する宇都宮城の攻撃に出発した。これを聞いた宇都宮の香川慶三は一部部隊を引き連れてこれを小山で迎え撃った。兵数と装備で勝る旧幕府軍はこれに勝利4月19日には宇都宮で旧幕府軍と新政府軍勢力が激突した。翌日には旧幕府軍が 宇都宮城を占領するも、宇都宮から一時退却し、東山道総督府軍の援軍と合流、大山岩親伊地地正春が統率する新政府軍に奪い返され、もともと目指していた聖地日光での決戦に備えるべく退却した。110ポンドアームストロング砲上野戦争の図。画題は本能寺合戦の図となっているが、実際には上野の戦闘を描いている。 シャグマの被り物をして戦うと左半の早小隊、徳川義信が謹慎していた上野、カー寺には、江戸無血会場によって、江戸の治安を統括する組織として認定されていた旧幕府勢力、将棋隊があった。この存在は、幕府主戦派から裏切り者呼ばわりをされていた、勝海衆にとって一定の成果ではあった。 しかし実際の彼らは新政府への対抗姿勢を示し、新政府軍兵士への集団暴行殺害を繰り返した。勝ちとの江戸城会談で当事者となった西郷隆盛は、将棋隊をどうにか懐柔しようとしていた、幕府強順派である勝ちとの関係の手前、対応が手ぬるいとの批判を受けた。大総督府は、西郷を司令官から解任し、 長州藩士、大村増次郎を新司令官に任命。大村は、海江田信義ら新朝派を制して、武力による殲滅を主張した。新政府側は、1868年5月1日に、将棋隊の江戸市中取締りの任を解くことを通告。新政府自身が将棋隊の武装解除に当たる旨を、布告した。これにより、将棋隊との衝突事件が、 上野近辺で頻発した。東北地方、北海道及び新潟で、仙台藩藩主、伊達義国らにより奥越列藩同盟が、結成された2週間後の5月15日、新政府軍、約1万人は、将棋隊、約4000人を攻撃し、上野戦争が始まった。新政府軍は、佐賀藩が装備した、新兵器、アームストロング砲を活用し、 将棋隊を狙い撃ちにした。将棋隊はなす術もなく崩壊し、上野戦争はたった一日で新政府軍の圧勝となった。東海道の小田原伊勢の諸藩は新政府に対して強順したため、東西軍の通過当初は戦闘が起きなかった。しかし、林忠敬率いる城西藩兵及び遊撃隊を、 中核とする旧幕府側武装勢力が、暴走半島から江戸湾を横断して、うるー4月15日に、真鶴半島へ上陸した。諸藩の脱走者等も加わってその兵力は、約300人に達し、小田原藩や二ラ山大官に協力を働きかけた。新政府軍は林や遊撃隊が将棋隊に交応して行動することを、警戒し、 上野戦争直後の旧暦5月18日に小田原藩に対して鎮圧準備を命じた。事態を知った遊撃隊側が箱根関の小田原藩兵、中津藩兵を攻撃すると小田原藩は一時的に砂漠派に方針転換して遊撃隊を小田原城下に招き入れた。その後、旧暦5月24日に至って小田原藩は新政府側に反論が戻り、 林や遊撃平らは、小田原藩平の追撃を受けつつ立山などへ、回路撤退した。藍津若松の祭典にて、列藩同盟記を掲げる騎手文久の改革後、京都守護職及び、京都書次第として、京都の治安を担当していた藍津藩藩主、松平片森及び、桑名藩藩主、松平貞明の兄弟は、京都見回り組及び新選組を用いて、 尊能上位派の弾圧を行い、尊能上位派、後の新政府から恨みを買っていた。また、とば、伏見の戦いにおいて、合津藩と桑名藩は、旧幕府軍の主力となり、この敗北によって、朝敵と認定されていた。また、江戸薩摩藩邸の焼き打ち事件での討伐を担当した将内藩藩主、坂井忠厚は、新政府によって、 藍津藩への報復と同様の報復がなされることを、予期し、以後両藩は連携し、新政府に対抗することとなった。慶応4年1月17日、賭場、伏見の戦いで勝利した、新政府は、東北地方の大国である、仙台藩の藩主、伊達義国に、藍津藩の追悼を命令した。しかし、仙台藩は行動しなかった。二月十五日、 庄内藩は死者を新政府に派遣した。新政府は、徳川義信あるいは、会津藩に対する追悼軍への参加を要求し、騎士を、鮮明にすることを迫ったが、死者は軍への参加を拒絶した。会津藩も嘆願書で天皇への教順を表明したが、新政府の権威は認めず謝罪もせず武装も解かなかった。これらの行動を、会津の天皇への、武装、 標準なのだと主張する説もある。3月22日、新政府への敵対姿勢を続けていた藍津藩を呼び、省内藩を討伐する目的で、大宇沈部総督府を呼び、新政府軍が仙台に到着した。主要な人物としては、総督、九条道隆、副総督、沢田目良、三宝、大護忠隆、下三宝の世良修造と、大山綱吉がいる。 3月29日、大宇沈武総督府は、仙台藩、米沢藩をはじめとする東北地方の諸藩に、合津藩を呼び、省内藩への追悼を命じた。4月19日、藩主、伊達義国が率いる仙台藩の軍勢は、合津藩領に入り、戦闘状態になった。一方で、仙台藩は3月26日、合津藩に降伏勧告を行い、 4月21日、藍津藩は仙台藩に降伏した。降伏の条件は、藍津藩が武装を維持し、新政府の立ち入りを許さない条件で、松平片森が城外へ退去し禁止することを呼び、藍津藩の作法という内容だった。しかし数日後、藍津藩は仙台藩に合意を翻す内容の嘆願書を渡し、これを見た仙台藩は、 アイズ藩の説得を諦めた。4月23日、王内沈部総督府副総督、沢田目良を呼び、加山棒、大山綱吉が率いる、新政府軍は、庄内藩を攻撃するため仙台から出陣した。しかし、庄内藩は新政府軍を撃退し、うるう4月4日、庄内藩は、天道城を攻め落とした。4月19日、関東地方で、 大鳥慶介らの率いる旧幕府軍が宇都宮城を一時占領した。この方が東北地方に伝わると仙台藩では合図藩、庄内藩と協調し新政府と敵対すべきという意見が多数となった。うるう4月4日、仙台藩主席家老、田崎茂之の主導で大う14藩は会議を開き、この状態での合図藩、 省内藩への斜面の嘆願書を提出した。要求が入れられない場合は新政府軍と敵対し、排除するという声明が付けられていた。合図藩、省内藩は標順の姿勢を見せていなかったため、ウルる4月17日、新政府は嘆願書を却下した。王羽14藩はこれを不服として、政党軍の解散を決定した。ウルる4月20日未明、 仙台藩と福島藩は新政府軍が、庄内藩を攻撃するため出陣していった留守をつき、大宇沈部総督不可参謀のセラ修造と、報告隊の勝見善太郎を、福島の金沢屋で捕獲して残首し、遺体を阿武熊川へ投げ捨てた。首は、白石城へ送られ、忠木と佐は当初小捨川へ首を投げ捨てるように、明治田が寺へ葬られた。同日昼、 仙台藩と福島藩は、両藩の裏切りを知らずに、金沢屋へ寄宿した長州藩士の松野義助を捕獲、斬首して金品を奪い、同日夜に、セラの馬帝の重蔵も、長楽寺で背後から斬殺した。うるう4月十一日、福島町の江戸口付近を、第五三宝らと共に、北行中だった、第五三宝府市の長州藩士、野村重郎を、 仙台藩士が背後から斬殺し、遺体を阿武隈川へ投げ捨てた。同参謀府市の長州藩士、中村小次郎も、白川口の戦いで重傷を負って愛護死で、福島へ向かう途中に不仙尾上坂付近で左右から死殺された。さらに、仙台藩は、九条総督と第五三謀を仙台城下に軟禁した。うるう4月21日、薩摩藩士。 サ島近マキが軍艦として、宇州への援軍の森岡藩兵と共に七、北田塾まで来ると、仙台藩は、森岡藩の進軍を遮った。仙台藩目付の熊谷一しぐると、鈴木直樹は、森岡藩兵の隊長、沢田一し寧と留水、東山霊蔵は木乗りに、サ島は、薩摩藩士なので、王のためによろしくないものだから捕獲して、引き渡すようにと伝えたが、 森岡藩が断って、物別れに終わった。その後、仙台藩から引き続き、森岡藩兵の進軍を遅延させる旨の手紙が届いたので、サ島金兵衛は急上総督と相談しようと、出発したところを待ち伏せていた仙台藩小人組の5人に殺害され、路傍に埋められた。仙台藩と先端を開くのを避け、森岡藩兵は撤兵した。 ブルー4月22日、薩摩藩士、内山家門綱継ぎ、その従者の太郎、薩摩藩士、西田重太郎の三人が、弾薬など七田を宇宙へ運ぶ途中に大深沢で、ただきとさの命令を受けた仙台藩士の荒井平のシ橋本と世のシ京川公平と、小人組の松田三四郎、小田五郎の五人に待ち伏せされて斬殺された。首は荒井が、 仙台まで持ち帰り、七北田岳城へ捨てた。これと、並行して、仙台藩、米沢藩を中心に、合図藩、庄内藩斜面の単眼書のための会議を新政府と敵対する軍事同盟へ改変させる工作が行われた。斜面の単眼書は新政府によって拒絶されたので、天皇へ直接憲白を行う方針に変更された。うる日、 新たに11班を加えて、白石名役所が調印された。さらに後に25班による、大売れっ班名役所を調印した。合図、省内両班への観点を要望した、大上官建白書も作成された。大売れっ班同盟には、武装中立が認められず、新政府軍との会談に決裂した長岡藩。 他柴田藩等の北越同盟加盟6藩が加入し、計31藩によって、奥越列藩同盟が成立した。なお、合図、省内両藩は、列藩同盟には加盟せず、解消同盟として、列藩同盟に協力した。ここに、旧幕府とも、新政府とも異なる、軍事同盟が、東北地方、北海道、新潟に誕生した。しかし、 これは天皇への単願目的の各藩のルーズな連合であり、また、標順を進めるための会議が途中で、藩新政府目的の軍事同盟に転化したため、本来軍事敵対を考えていなかった藩など、各藩に思惑の違いがあり、統一された戦略を書いていた。仙台藩が仙台城下に南京した王沈武総督府の九条、総督らは、列藩同盟にとって、 重要な、錦のお旗だった。ところが、九条総督らが新政府側の佐賀藩、小倉藩によって騙し取られてしまうという事件が起こる。そこで6月、仙台藩と会津藩は、上野戦争から逃れてきた、公明天皇の義弟林王寺宮公元邦神皇を、仙台城下に迎え入れ、林王寺宮を、新たな錦のお旗として、列藩同盟の名手に据えた。 当初は、軍事的要素も含む、同盟の総裁への就任を要請したが、6月16日に、名手のみの就任で決着した。仙台藩と藍津藩には、林王寺宮を、東部皇帝として即位させる構想があった。ただし、資料が限られており、林王寺宮の即位の有無には、議論がある。この新朝廷においては、仙台藩主、伊達吉国は、正大将軍に、 ア津藩主、松平片森は、聖意副将軍に就任する予定だったとされる。詳しくは、北白川宮義久親王東部天皇即位説の功を参照。王宇鎮部隊の集結新政府から派遣された王宇、鎮部総督府は、省内藩を撃つため、副総督の沢田目良を呼び、河山坊の大山綱吉が率いる、新政府軍を仙台から出陣させた。 しかし、大富豪、本負けからの献金で妖怪を進めていた省内藩は、戦術式も優れていたため、新政府軍を圧倒した。その後、列藩同盟の成立に際し、仙台に駐屯していた、下三房のセラ修造が、仙台藩によって殺害され、総督の九場同行、三房の第五忠敬は軟禁された。新政府は九場総督救出のため、 佐賀藩市、前山名がただし率いる佐賀藩兵及び小倉藩兵を仙台藩に派遣した。うるー4月29日、崎山の新政府部隊が船で仙台に到着すると、この部隊は、殺鳥両藩ではなかったため、仙台藩は軟禁していた、総督不要人を崎山の部隊に引き渡した。こうして、仙台藩は、 新政府に九条総督らを騙し取られてしまった。6月18日、救出された総督府の一行は森岡藩に到着した。藩主南部都市久は1万両を献金したが態度は曖昧なままだった。続いて7月1日、総督府一行は久保田藩に入った。久保田藩は国学者。 平田厚種の出身地という影響もあって、尊皇派が勢力を保っていた。総督府一個は、省内藩討伐のため仙台によらず生存していた、沢亀良、大山綱吉ら残存部隊と合流した。沢亀良副総督は分隊を引き、広崎藩説得のために、広崎藩に入ろうとしたが、広崎藩の列藩同盟派によって、八立峠は封鎖されており、 そのため、沢の部隊は、久保田藩に止まっていた。結果的に、総督府一個は、久保田藩で集結することになった。秋田戦争久保田藩の新政府への接近に気づいた、仙台藩は、久保田藩に死者7名を派遣した。しかし、九条総督南近時に、仙台藩に、セラ修造を殺害されていた、大山綱吉、桂太郎らの説得もあり、 久保田藩の尊能上位派は7月4日、仙台藩の使者と森岡藩の随員を全員殺害した。こうして、久保田藩は奥上津列藩同盟を離脱し、東北地方における新政府軍の拠点となった。久保田藩に続いて、新城藩、本城藩、亀田藩、矢島藩が新政府軍に教授にした。 この状況に対して南方へ兵を向けようとしていた省内藩は一部の部隊を北方へ派遣し、7月14日に新城藩主戸沢氏の居城、新城城を攻め落とした。さらに、省内藩、仙台藩の軍勢は連戦連勝に近い状態で、久保田領矢島領本城領を制圧していった。総督府に治領を放棄された亀田藩は、 省内藩と和議を結んで、再度列藩同盟軍に参加した。また、森岡藩は、列藩同盟と新政府側のどちらの陣営に、属すかで長く議論が定まらなかったが、過労の奈良山佐渡が帰国すると、列藩同盟に組みすることを決定した。8月9日に、森岡藩は、久保田藩に攻め込み、大立城を攻略した。 しかし、佐賀藩を中心とする援軍の到着により、久保田軍は勢いを盛り返し、9月7日には森岡軍を藩、井まで押し戻した。庄内藩も、9月12日に上山藩が降伏したことで南方の不安が増したため、17日に退却し、以後は治療防衛に徹した。9月22日、藍津藩が降伏して、 東北戦争の勝敗がほぼ決すると、同日森岡藩が降伏した。24日、最後まで領内に新政府軍の侵入を許さなかった、省内藩も、亀田藩と共に降伏した。白川小峰城白川市は、関東地方と東北地方の結節点であり、この地の白川城は、両地方間の交通を、管理可能な拠点だった。江戸城以降の時点で、 この地は新政府の管理下となっていた。仙台藩が、列藩同盟設立の姿勢をあらわにし、総督府の加山房セラ修造を殺害、九条道交総督、第五忠忠河山坊らを、仙台城下に軟禁したのと同じ有利4月20日、藍津軍と仙台軍はこうして、新政府から白川城を奪い取った。しかし5月1日、 薩摩藩士、伊地知正春が率いる、新政府軍、約500人は、列藩同盟軍から、白川城を奪還した。以後100日余りにわたって、攻防戦が行われた。新政府軍側には増援は一向に到着しなかった。藍津藩、仙台藩を主力とする、列藩同盟軍、約4500人は司令官、最後を頼むのもと、7回にわたって、 白川城のダッシュを試みた。しかし、いずれも失敗に終わった。この激戦で、両軍合わせ、約千人の死者が出た。この白川城奪還戦が、母親戦争の天皇山だと言われている。北越戦争を描いた浮世絵。画題は、越後国上杉影勝家督総合戦であるが、時の政府に配慮して、上杉影勝。 影虎の家徳争いに見立てて描いたもの。新潟県立図書館像。北越戦争における、薩摩藩戦死者の墓越後には、慶応4年3月9日に、開港された、新潟港があった。母親戦争勃発に伴い、新政府は開港延期を要請したが、イタリアとプロイセンは新政府の要請を無視し、両国商人は、新潟港で、列藩同盟へ、 武器の売却を始めた。このため新潟港は、列藩同盟にとって武器の供給源となった。5月2日、新政府軍の岩村誠一郎は強順工作を仲介した終わり藩の紹介で、長岡藩の河井嗣之助と会談した。河井は新政府が他藩に追わせていた各種支援の受け入れを拒否し、独立特業の姿勢と合図説得の有用を嘆願したが、 岩村はこれを新政府の権威否定及び合図への時間稼ぎとして即時却下した。これにより、長岡藩及び北越の諸藩計六藩が列藩同盟へ参加したため、新政府軍と同盟軍の間に先端が開かれた。長岡藩は河合により平成改革が進められ、武装も更新されていた。同盟軍は河合の指揮下で前線したが、5月19日に、 長岡城が落城。7月25日に同盟軍は長岡城を奪還し、新政府軍を敗走させたが、この指揮を取っていた河合が負傷した。新政府軍はすかさず長岡城を再奪取し、4日後の29日に長岡藩兵は撤退した。さらに、柴田藩が寝返り、新政府軍が軍艦で上陸し、米沢藩兵へ。 藍津藩兵が守る新潟も陥落したため、8月には越後の全域が新政府軍の支配下に入った。これによって奥越列藩同盟は様式武器の供給源を失い深刻な事態に追い込まれた。同盟軍の残存部隊の多くは藍津へと配送した。平方戦線における列藩同盟軍の主力は仙台藩だった。 6月16日から20日にかけて、新政府軍、約750人が、カイロ日立国平方港に上陸した。列藩同盟軍は上陸阻止に失敗した。当時、江本武明の旧幕府艦隊は健在だったが、新政府軍の軍艦を用いた、上陸作戦を傍観した。その後も順次上陸作戦は実行され、新政府軍の兵力は、約1500人となった。 6月24日、東山道先方総督府参謀、板垣大輔が率いる、新政府軍の早小隊が白川から平方との中間にあった棚倉城を接収した。さらに7月14日、春小隊は海岸に近い岩木平城を占領。16日には、団禁隊長、美生官一郎の尽力によって、三春藩が、 早や正体に進んで降伏し無欠会場をし、三春城は新政府軍の病院としての一翼をになった。22日に、仙台追悼総督、四条高唄が増援を率いて、平方に到着、29日に、日本松城を三春城から北上した、新政府軍が占領した。8月7日、相馬中村藩が新政府軍に降伏、四条高唄と、 三謀河田明夫及び木梨千一郎らは、相馬藩平を加えて単独で、仙台方面へ、進行、11日に、藩境の駒ヶ峰を占拠。ここで、仙台藩と戦闘を繰り広げた。白川周辺に大軍を駐屯させなんかを、伺っていた。列藩同盟軍は、より北の浜通りを呼び、中通りが新政府軍の支配下に入ったことに、老狽し、 ア津領内を通過して国元へと退却した。また、仙台藩は、列藩同盟の名手でありながら強順派が勢いを増していて、藩領外への進軍は中止された。新政府軍の総司令官、大村松次郎は、仙台藩の攻撃を優先するべきだと主張し、現地の司令官、伊地知正春と板垣大介は、アイ藩を攻めるべきだと主張した。結果、 維持地、板垣の合図進行策が通り、合図戦争が行われることになった。損傷した若松城8月21日、日本松周辺まで北上していた、新政府軍は、同盟軍の防備の薄かった、ボナリ峠から、合図盆地へ進行し、ボナリ峠の戦いが行われた。当地には、大鳥ケースかラ旧幕府軍が防衛していたが、 兵力が小さく、敏速に突破され、若松への進撃を許した。当時、合津軍の主力は、関東に近い領内南部の日光口や、領外の遠方にあり、若松に接近している、新政府軍への備えが劣っていた。またこれらの軍は進行してきた、新政府軍を、側面から牽制することもなく、若松への帰還を優先した。こうして、合図藩兵と、 旧幕府方残党勢力は若松城に牢城した。この牢城戦の最中、白虎隊の悲劇などが発生した。9月4日、米沢藩が新政府に降伏し、米沢藩主、上杉成則は仙台藩に降伏勧告を行った。その結果もあり10日に、仙台藩は新政府に降伏。22日に、藍津藩も新政府に降伏した。 藍津ズ藩が降伏すると、庄内藩も久保田領内から一斉に退却し、24日に新政府に降伏した。奥越列藩同盟諸藩の降伏後、行き場を失った水戸藩、諸政党を中心とする旧幕府方残党は、水戸城に侵攻するが、10月1から2日の行動艦戦争で敗退した。旧幕府方残党は南に敗走し、10月6日、 下宇佐国捜査軍松山村付近の松山戦争で壊滅した。江戸へ向かう旧幕府軍東艦五両閣本に新政府軍が函館に迫ると、この本陣の首脳が艦砲射撃の標的となり、旧幕府軍では慌てて首脳を取り壊した。江本武明旧幕府海軍を主体とする勢力は、奥越列藩同盟からの度重なる参戦要求を、 無視し、もはや列藩同盟の配色が濃くなった8月19日になってから、ようやく江戸湾から脱出した。出港が遅れたのは、徳川義信への新政府の処置を見届ける必要を感じていたからと説明されている。8月26日、仙台藩内の浦戸諸島、サブサワ島を他に寄港し、奥越列藩同盟軍の残党勢力予備を取り、ケー 土方か三としとの旧幕府軍の残党勢力、約2500人を、収容、10月12日に、江戸地へと向かった。この時、仙台藩の精鋭である、洋式部隊、非対兵隊も、江の元艦隊に収容された。正木藩は奥越列藩同盟側に属していたが、7月28日に、尊能を掲げた、正義隊による政変が発生し、 以後は新政府側に基準していた。10月26日へ本は、函館五稜閣などの拠点を占領し、12月5日に、北海道地域に事実上の権力を成立させた。榎本らは、北方の防衛開拓を名目として、朝廷の下での自らの江戸地支配の追認を求める、単眼書を朝廷に提出したが、新政府はこれを認めず破片した。旧幕府軍は、 まさき、エサシなどを占領する際に、軍事力のようとなる海洋丸を悪天候で、座礁を沈没させており、海軍兵力の低下は否めず、都湾海戦を挑んだものの敗れた。その後、新政府軍は、青森に戦力を築き、旧幕府軍の不意をついて、明治2年4月9日エサシの北、乙部に上陸する。その後、進軍され五月十八日、 肘方歳三は戦死し、榎本武明は新政府軍に降伏し、母親戦争は終結した。慶応三年下旬、函館戦争の中で、横浜で列強への局外中立の解除の交渉が行われ、切り札として、元主家の徳川屋側に指令として、徳川秋武に、徳川榎本軍の討伐を命じ、その出兵令の受諾書者氏が、 各国代表に配布され、江本軍は脱走兵に過ぎないことを示した。2ヶ月間にわたる交渉法で12月28日条約諸国により、局外中立の解除が布告され、新政府が唯一の合法政権として国際的に認められた。慶応4年5月24日、新政府は徳川義信の死一党を現時、田安亀之助に、 徳川宗家を相続させ、寸譜七十万国を貸しすることを発表した。また、諸藩への先行商店及び処分の内主なものを挙げる。明治二年五月、各藩主に代わる、反逆首謀者として、仙台藩主席家老、田崎茂幸、仙台藩江戸詰め、家老、坂時秀、藍津藩画老、茅野長治は、東京で、森岡藩画老、奈良山佐渡は、 森岡で、羽メ主刑に処された。続いて、仙台藩家老の玉虫左左左と和光文次郎が切腹させられた。しかし、仙台藩主戦派のイデオローグである思想家、大月番刑は死を免れた。仙台藩の伊達氏は、34万国の元宝という、全国の諸大名の中で最も過酷な処分を受けた。仙台藩は、出力が減って困窮した。 家臣団を救うために北海道への入植を行った。仙台藩は新政府とともに後の道庁所在地である札幌市を開拓したほか単独で伊達市などを開拓した。こうして仙台藩は北海道開拓の歴史上に多大な功績を残した。合図藩と庄内藩については対照的な結果となった。合図藩は 都南三万国に天保となった。明治二年八月、当時若松県第三次だった、岡谷茂みによる稲脇城での会津藩五万国の最高の提言を受け、明治政府は、明治二年九月十一日に会津松平家を三万国で存続させることを許し、十一月三日に放置を道の国決定した。都南はもともと森岡藩時代より、米農家以外は金。 千での納税が認められている土地で、実際に年貢として納められた米は7310国だった。収容能力を超えて移住した、旧藩士と家族は、上と、寒さで病死者が続出し、日本全国や日本国外に散る者もいた。下北半島の郷土市屋の笹沢露洋は、天保地に関して、新政府が都なんか城わしろの選択肢を示し、 会津藩内の議論の末、広沢安党の主張を採択して、都南を選択したと記述し、それが多くの書籍で引用されている。一方で、野口真一は、稲葉城説の元資料の存在は認められず、議論は、旧森岡藩領への移住そのものに対する議論で、あると主張している。省内藩に対する処分は、西郷隆盛らによって、寛大に行われた。 前省内藩主、堺忠厚らは、西郷の威嚴、南州大威嚴を編纂し、後の西南戦争では、西郷軍に、元省内藩主が参加している。奥上え連れ藩同盟から新政府に教授にした、久保田藩、広崎藩、三春藩などは功をねぎらわれ、明治2年には、一応の昇天録が与えられた。しかし、いずれも新政府側からは同格とみなされず、戦費。 繊細に見合うほどの恩恵を得られなかった。この仕置きを不満とした者の数は非常に多く、後に旧久保田藩領では反政府運動が、旧三春藩領では自由民権運動が活発化した。箱館戦争が終結すると首謀者の江本武明、大鳥圭介、松平太郎らは東京達の口に投獄されたが、黒田清隆による除名運動により、 明治5年1月に謝面された。その後、彼らの多くは壊れて、新政府に出資し、新政府の養殖についた。殺軍、ありがとうございます。